はい、それでは今日は元寇と鎌倉幕府の滅亡について学習しましょう。鎌倉時代の、ね、後半の勉強になります。鎌倉時代は鎌倉幕府があったので一番偉いのは将軍、征夷大将軍のはずですね。しかし、この間教わったみたいに、執権の北条氏が、実際に政治を、運営してる、ね、そういう風になっていくと思います。ね、将軍というと源頼朝、ね、その子の頼家、そして実朝、ね、源実朝が暗殺されて3代で源氏の将軍が耐えたというふうに書いてありますが、実際には将軍というのは続くんですよね。将軍と執権の一覧表を表示してみます。ね、今言った、将軍の初代の3つは3代までは源氏の、ね、将軍です。ね、そして、ね、その後ね、今度は京都の方から藤原将軍とかね、または設計将軍、まあ、藤原氏なんですけど、この頃はもう藤原氏っていう言い方よりもこの九条家、九条と書いて九条なんです。九条家の、まあ、設計将軍というんで、まあ、摂政や関白を出す家柄、ね、藤原氏の中でもいろんな家柄が出てきてですね、そこから来た人たち、ね、が将軍になるということですね。というふうになって、そういう時期がありました。さらにその後、今度はですね、宮将軍とね、天皇の子供の中から、将軍を選んで、将軍なのね、鎌倉に来てもらうというふうになります。これ4代続きますね。でいずれもやっぱりですね、あの名目上の将軍なので実権がそんなにあるわけではないんですね。で若いうちに将軍をやってある程度の年齢になってくると京都に戻って貴族に戻るのよ、ね、または皇族に戻るっていうような形が多かったようです。ね、それに対して、執権は、ここにあるように初代執権は北条時政。ね、北条という言葉は出てませんけど北条氏ね、源頼朝の奥さんの北条政子のお父さんが初代執権。二代目の北条義時は承久の乱に勝利した執権ということになります。そして次もまた教科書で習いましたね、北条泰時が3代目御成敗式目を制定した、ね、この辺まではもうすでに学習してあります、ね。5代目の執権が北条時頼という人物ですね。時頼という人物は、まあ、あのお話の上ではというか実際にですね、あの執権を辞めてから、僧侶、ね、お坊さんになってですね諸国を回ったいろいろな物語が残っていたりとか、あと吉田兼好の「つれづれ草」によく登場する、ね、人物でもあります。ね、ということで、人間的にはすごくね、魅力のある人だったということになりますが、そこに特僧体制ということができますね。何かっていうとね、まあそんなに、まず、ね、特僧という言葉ですが、まあ、北条家の時政から続くね、正当な後継者を、まあ、主に長男ですね、まあ、義時は次男なんですが長男が戦で死んでしまいましたので、そして泰時は長男、またその、まあね、その直系の人たちを特僧と呼んでたんですね。時よりまでこう、あでもこうやって見るとなんだ執権と特僧って同じじゃないっていうふうに思うかもしれませんが、このあとちょっと変わってきちゃうんですよ。実は時頼の息子は実は8代の時宗なんですね。だからねまだね6歳だったのでさすがに執権はできないということで、北条氏の分家、ね、親戚から、優れた人物を執権にするんだけれども、自分の子供には、必ず執権が継がせてやるようにしたいということで、まあ、ちょうど天皇家の院政のように引退してからもね、政治の実権を握り続けると、ね、でこのあと特捜が時宗、定時、そして高時というふうに続いていくとね。だからなんか面白いことに、まあ将軍が名目上の将軍になってしまうけど、この執権もややそういうふうに名目上の、立場になっていって、実際には特捜の方が力を持っているというふうにこう変化してきているということですよね。さて、鎌倉時代の中で後半でね重大な出来事を言うというと元寇というやつですね。モンゴルの皇帝のフビライ・ハンが、
中国あるいは朝鮮半島の高麗を従えて日本に攻めてきたと、ね、教科書にもこのような絵が出ていますね。1回目が、文英の駅と、ね、火薬や集団戦法で御家人が苦戦、鎌倉幕府の御家人が苦戦するということですね。でさっきの北条時宗が、執権になったっていうね、北条時宗は元と戦う決意をした時はまだ18歳だったというんですかね。昔の人は若い時からそういう決断を迫られてたわけですよね。まあいずれにしよう、まあ、どうにか辛くも勝つことができた。でまたはね、意外とね、この絵はですね、恩賞欲しさに御家人が描いた絵なんで、こう苦戦している様子を描くことに意味があるって、苦労したって描きたいっていう面があるので、この現行の、ね、戦いについてはですね、今まで言われたこととは随分違う面があるというふうに最近研究が出てきてるんですが、まあ教科書的にはね、こんな集団戦法や火薬で苦戦をしたと、ね、そして今度2回目の戦いですね。今度はね、フビライの方も本気になってですね、実はフビライ、文英の駅の時はまだ中国の南部に南宋、宋が南に逃げていった南宋が残っていてですね、まあ、南宋と日本と両方と戦うという形になって、今度は南宋を滅ぼした後ですので、南宋の持っている、まあ、海軍、ね、船を使ってですね、大規模な軍隊で攻めてきたというのが、これが、2回目の弘安の駅ですね。はい、絵に石垣のようなものの上に武士が座ってますが、防壁、石で作った防壁または石垒というんですけど、これを作って準備をしておいたりとかですね、船に戦いを仕掛けたりとかですね、上陸させない作戦でうまくね、いったので、2回目も勝利することができたということですね。はい、そして、そうですね、北条時宗は元寇に勝利した執権ということで覚えておいてください。ただね、このね、元が相手の戦いに勝ってもですね、実は武士はね、御恩と奉公ってね、恩賞がもらえるから戦いに行ってるんですが、もらえなかったんですよ、あまりね。さあ、年表の上にある、上級の乱とかね、国内の敵なので、それからまあ兵士との戦いとか、奥州藤原氏との戦いとか、今まで国内の敵と戦っている時は、負けた武士の領地とか貴族の領地を取り上げて、それをみんなで山分けするわけですから、恩賞がいっぱい来るんだけど、今度は相手が外国なんで恩賞ないと、ね、この元寇はですね、御家人にとっては、ね、打撃だったんですね。はい、御家人の没落と、ね、元寇の恩賞が少ない、今言った理由ですね。と元寇とは直接関係ないけど、当時の鎌倉時代の武士は分割相続といって、兄弟、女性の兄弟も含めてみんなに土地を分けて、相続したわけですよ。とても民主的でいいような気がしますが、一人一人の土地が狭くなってしまうということですね。この後ね、これをね、まあこの後室町時代とか戦国時代とか江戸時代になると、みんな言ってる通り、大抵長男が後を継いでですね、全部相続するって形に変わっていくんですよね。なんと明治時代まで、明治時代昭和の初め頃まで、戦争が終わるまではね、長男が相続するって、日本はそういう文化相続をやめちゃったんですけど、鎌倉時代は文化相続ね。で、さらにですね、相続した人は地頭として土地を納めて、そこから年貢を取る権利を取っていたわけでね、お米を使って、それをまあお米をいろんなものに変えて生活してたんですけど、この頃になってね、まだ日本では和同開珎とか前に習ったけど、あまりお金が普及してなかったのに、この頃普及し始めるんですよね。だ、平安時代とか鎌倉時代の初めの頃はお米が貨幣代わりだったんだけど、貨幣経済、本当のお金が流行るようになってきて、これがですね、武士たちはね、あまり使い慣れないね、でそれの中に巻き込まれていってですね、お金に困ると土地を担保にしてお金を借りたりとか、土地を売っちゃったりとかでね、そういうことが起こってきたね。で、元寇が来たから戦いに行くって言えば、新しい馬とか新しい刀も欲しいなって、でもお金ないから土地を担保に商人からお金を借りてとかいうふうに、いろいろね、慣れない貨幣経済にこう巻き込まれていくんですよね。それからですね、北条氏への権力集中、これで、ね、例えば文英の駅と弘安の駅の違いの一つとして、弘安の駅は北条氏のがこう作戦を立てて、こう武士たちを監督するとい こう北条氏の体制を強くしたんですね。これは団結したりとか、元に勝つために取った方法で良かったのかもしれないけど、
また北条氏に権力がどんどん集中しているんかよってね、不満を持つ人も多かったということで、幕府への不信感が強まる原因もなっちゃったんですね。でこうしてみんな御家人が貧乏になっていくと、鎌倉幕府としては助けてやんなきゃなんないってことね。時宗の次の執権の貞時という人がですね、永仁の徳政令というのでしょうね。これは、借金は貸さなくていいよとか、仕入れした土地とか他人に売った土地はタダで返すようにと、御家人までこれでねほっとしといてですね、しかし、徳政令というのはね、非常に身勝手な法律で、じゃあ土地を買った人とか、ね、武士にお金を貸して担保を取った商人はどうなっちゃうのかというとですね、損しちゃうわけですよね。でまたですね、武士が困ったから、おいお金また貸してくれよって来てね、皆さんが商人だったら貸しますか。もう鎌倉幕府の御家人信用できないよ、幕府も信用できない、また特性とか出されちゃかなわないよね、言うんで、逆にお金が借りられなくなったりとかですね、御家人の困窮はね、救うことはできなかったね。だからこれはその一時的には効果があったけど、すぐに効果は失われちゃったっね。さらに、社会が変化してくるとですね、今の貨幣経済、お金が源町や市場などのある商業都市に集まるとね、それを経済基盤にする新しいタイプの物資が出てくるんですよ。つまり土地でから農業をやってる人から年貢を取るタイプの物資じゃない物資、ね、でこれが新興物資の台頭、ね、港や商業都市を支配したりとかですね、まあ支配といえばかっこいいですけど、まあね、お金をたくさん貯めていくってことね、中には悪いこともする、ね、それから今までの決まりに従わない、ね、悪党などと呼ばれることもあったということですね。まあ、いろんなタイプがいたので全部が悪党だったとかってことはないんですが、そういうタイプの人が増えてきたっていうこともね。はい、時代は坂をね、鎌倉時代の末期になると14代執権北条高時という人物はですね、まあ言い伝えによれば、遊んだりお酒を飲んだりとして政治をほったらかしにして、幕府が衰退していったというふうに書かれてるんですね。これもクエスチョンマークつけてきました。でこれは物語として、そういうふうにこう悪役としてね、悪く脚色したんじゃないかという部分もあるんですね。はい、これはまあ難しい話になっちゃいます。さっき将軍が、名目上の将軍になっちゃう、独走体制ができて執権すら今度は名目上になっちゃう。で今度はね、高時の頃になると独走すら、名目上になって、北条家の、家の中を取り仕切る人、よく今のドラマでも大金持ちのうちなんかに行くとですね、金持ちの主人よりもこう頭の良さそうな人、執事というのがいてですね、家の中を取り仕切ってるという場面がよく出てきます。そういう人の方が実権を握ってくる。これはね、北条家の執事が、実権を握って、特捜すらだんだんね、名目上の支配者になっているっていう状態になってたっていうこともあるので、まあ伊達に政治をほったらかして酒に溺れてたというわけじゃなくてですね、もう政治もしなくて済むようになっちゃってたということになるのかもしれません。この状況に目をつけたのが、後醍醐天皇というですね、異様なファッションをしていますね。ひげが濃かったりとかですね、中国の皇帝を真似した冠をかぶっていたりとかですね、歴代他の天皇とは全然 見た目が違ってですね、まあ、小さくて分かりにくいですが、手に持っているのはこれは密教の宝具で、人を呪う、まあ、鎌倉幕府を呪っているんですよね。こうやってお坊さんのような袈裟をつけてですね、なんともめちゃくちゃなファッションをしていますが、この人がこの独特の魅力でですね、人々を引きつけているわけですよね。新興武士、まあ、代表的にはですね、まあ、悪党とも言われてますが楠木正成とかね、それからもちろん今は力は弱ってしまいました貴族たち、それからね、仏教勢力ね、僧兵を持っている延暦寺とかですね、大きな寺などもこう味方につけてですね、鎌倉幕府に対抗しようとするわけですよ。しかし武力では鎌倉幕府の方がずっと上です、ね、たくさんの家来を抱えた有力な御家人がついていますね。まあ例えば足利尊氏とか、新田義貞とかですね。尊氏は栃木県、義貞は群馬県の、有力御家人とかね。まあどう見ても戦いをすれば、
ね、鎌倉の方が強いんですよ。だから後醍醐天皇1回目失敗して、2回目失敗して島流しになって、またそこを抜け出してると、この人しつこいんですよね。後鳥羽上皇は沖に流されたらそのまま亡くなりましたけど、後醍醐天皇は脱出してですね、またしつこく幕府に戦いを挑むと。で、楠木正成も、御家人じゃないので、こう名誉とかかっこよさとかって重んじないんですよね。負けそうになったら逃げたり隠れたりしたりで、いろいろ、まあ、時には汚い手も使ったり、人を騙したりしながらですね、しぶとく戦う、まあ、勝つことはできないけど負けずに長く戦う、これはね、後醍醐天皇、楠木正成共通している点ですね。まあ、そうこうしているうちに、幕府側からね、こう有力御家人が裏切ってくるわけですよね。足利尊氏、豊忠はなんと最終的にはね、後醍醐天皇方についてしまうですね。こうなってくると、具体的に足利尊氏は京都の六波羅探題を滅ぼし、新田義貞は手薄になった鎌倉を滅ぼす、ね、結果的に後醍醐天皇方が勝利をして、1333年に鎌倉幕府は滅亡します、ね。この、後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼす話は太平記という物語に載っていてですね、まあ、その物語を読む限りは、この、ね、楠木正成が天皇が活躍してですね、北条高時はですね、政治を顧みない愚かな、ね、リーダーということになってるんですけど、まあ、そうでもないんですね。高時も死ぬ時ね、新田義貞に攻められて最後切腹するんですが、この家臣たちだとかですね、御家人たちがみんな一緒にこう切腹して殉死してですね、そんなに酒ばっか飲んで悪いことばっかりしてた人に、その、ね、命を捧げて一緒に死ぬってことがありますかね。でそういうのを見るとね、もう本当は懐の深い立派な人物だったのかもしれないな、なんてね、あくまで物語の脚色としては悪役にされちゃったのかなという感じで、こうして鎌倉幕府は、まあ、14世紀の前半に滅亡するとかね。で、まあ、丸で囲ってある後醍醐天皇の勢力はですね、新興武士もいれば、元御家人もいれば、仏教勢力もあり、貴族勢力もあって、いろんな勢力を結集して鎌倉幕府を倒した。まあ、ここが、いいところではあるんですけど、じゃあこの人たちが、じゃあまとまって次の時代一緒に成長していけるかというと、まあ、中学生の皆さんに分かりますね、これはまとまらないだろう、うまくいかないだろうと、ね、いうことで、このあと実際には混乱した時代が始まってしまうということになるね。まあ、とりあえず今日は鎌倉幕府の滅亡までを見ていきましたが、まあね、経済的な要素とかですね、または、さまざまな、立場の人が歴史には絡んでいるんだなということが分かってね、現行による影響も大きかったけれども、国内のそういうさまざまな勢力の思惑が絡んでですね、幕府が滅亡に追い込まれたという場面でした。意外に資料が少なくて、難しい場面なんですけども、ね、よく、頭の中を整理してしっかりまとめて覚えてください。はい、今日は原稿と鎌倉幕府の滅亡について勉強しました。また頑張りましょうね。